どうもお世話になっております、抜け丸です。今回は、カストル村薬取り工場戦の3ボス、獣王ウライアンとドゥン戦を解説します。はじめにドゥンと戦い、バトル途中で、獣王ウライアンに1パーティーが挑みます。獣王ウライアンの DPS チェックを超えたら、ドゥンを削り切り終了です。また、DPS チェックをクリアできなかったら、ドゥンは無敵となり、ワイプになります。まずは、ドゥン戦です。モルトプルメージ、全体攻撃と、同時に、白、ドーナッツ範囲と赤、円形範囲の羽が出現します。白の羽の場所か、赤の羽がないところが、アンチになります。スクラッチ、ヘイト1位への強攻撃です。バービットパルス、ボス基準の前後左右の十字範囲攻撃です。スワープフレンジー、円形範囲予兆が来ます。その後、ボスが予兆に向かって飛びかかります。フリジットパルス、ボス中心のドーナツ範囲攻撃。指示を聞く。フィールドに、マルト十字のついたマーカーが出現。さらに、それには、攻撃順番を示すメモリもついており、少ないメモリからボスが飛びかかり、丸、ドーナッツ範囲、十字、ボス基準の十字直線範囲をしてきます。注意するべき点として、十字はボス基準ということです。あとは、ボスが飛びかかってきてから、ドーナッツ攻撃が発生するまで、絶妙な間があるので、範囲が出るまで動き出さないようにしましょう。これは、1個目がドーナッツ、2個目が十字、3個目がドーナッツですね。まずは、1個目の丸マーカーに待機しましょう。これです。絶妙な間で、早く動き出してますね。当たりませんでしたが、ヒヤッとしました。2個目は、ボス基準十字を避けてから、3個目の丸マーカーへ移動します。モルトプルメージ。全体攻撃の後、赤と白の羽が出現します。フィールドが4分割され、雑魚正面のフィールドを奥へ飛ばします。時計回り、または反時計回りに、フィールドが4分の1入れ替わります。フィールド4分の1の回避したいエリアに行きます。そして、飛ばされてくる、向かってくる羽の方を見て、白い羽、または、何もないところが飛んでくるところがアンチになるので、そこで待機します。ペンタカスト。ランダム1名に、扇状の隙間がある範囲攻撃です。スクラッチ。ヘイト1位への強攻撃です。ボス HP が半分くらいで、北のライアンフィールドへ移動できるようになります。ライアン戦は、定員が8名なので、事前にフルパーティーで行ける1パーティーを決めておきましょう。また、関係ない人は行かないようにしましょう。制限時間の間に、HP を 50% 削ることができればクリアーです。もし削ることが失敗したら、ボスが無敵になります。風烈飛翔竜。外周がダメージ床になります。超級烈風波。全体ダメージプラス、ノックバックです。地霊脈、AOE。全体ダメージプラス、円形 AOE から、広がるドーナッツ範囲攻撃です。猛襲。ボスが外周付近移動します。さらに、帰国地散山。前方広範囲攻撃です。背面へ移動しましょう。地霊脈、エクサプラス超級烈風波。楽しいのは、こっからだぜ。のセリフからの地霊脈はエクサフレアです。外周4方向にエクサ予兆が来て、ボス中心の AOE からのノックバック攻撃が来ます。ノックバック無効スキルが効きますので、AOE を避けてから、エクサのアンチである中央へ戻りましょう。相馬ジャオウザン。
ヘイト1位へ強攻撃です。ライアン戦中、ルン側は何をしているかというと、ザコ、ビートル、クワール、マンティコアが大量に出現しますので、それを倒しています。指示を聞く。後半の指示を聞くは、マーカーが4つになるだけで基本変わりません。1個目丸、2個目丸、3個目十字、4個目十字ですね。モルトプルメイジ。全体攻撃の後、赤と白の羽が出現します。ザコが出現し、ザコ正面のフィールドを奥へ飛ばします。スワープフレンジー。ランダム1名の場所に円形範囲予兆が来ます。その後、ボスが円範囲に向かってジャンプします。ペンタカスト。スワープフレンジーの後前半はドーナッツでしたが、後半は扇状の隙間がある範囲攻撃に変わります。ご視聴ありがとうございました。これでカストルムラクスリトレ工場戦の3ボスの解説を終わります。